Introducing to you first on my right to the tournament finals, fighting out of the blue corner. Standing 6'2", he weighed in at 206 pounds. With a record of 52 wins, 14 losses and one draw, with one no contest, he has 31 wins coming by way of knockout. He made his way to the finals with two consecutive knockout victories. Ladies and gentlemen, please welcome the three-time K-1 tournament champion from Germany, introducing Stefan Blitz. Stefan Blitz Leko. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner in our tournament final. Standing 5'11", he weighed in at 210 pounds. With a record of 51 wins, 13 losses, he has 23 wins coming by way of knockout. He earned his right to the finals with consecutive three-round unanimous decision wins. Ladies and gentlemen, here is the three-time K-1 tournament champion from Vancouver, British Columbia, Canada, introducing the Black Sniper. Here is Michael McDonald. 41 歳、最後のトーナメント、ミスター・ラスベガス、マイケル・マクドナルド。世界最終予選ファイナルの舞台が整いました。藤原紀香さん、はい、この2人が生き残りましたね。そうですね、本当にあの世界最終戦にふさわしいですね、2つのプライドをかけた戦いだと思いますよ。苦しいところから這い上がってきたレコ選手と、そしてもう集大成で自分のプライドを全部かけるって上がってきたマイケル・ベルナルド、マクドナルド選手と、はい、ちょっともうドキドキしますね。最後の底力か、それとも復活への思いか、互いの魂がぶつかり合います。2006年 K-1 ワールドグランプリ最終予選ファイナルです。画面の右側、赤いグローブがマイケル・マクドナルド、41歳になりました。しかしまだこの肉体衰えを知りません。一方ステファン・レコ、青いグローブ向こう側、総合格闘技から再び K-1 の舞台へ、そしていよいよ完全復活を目指します。左のツク飛ばしていったマイケル・マクドナルド、本当にあのテクニカルでスピードのある2人が決勝戦に勝ち上がりましたね、はい、それと谷川さん、はい、レコの方は準々決勝、準決勝とノックアウトを築いてきました。そうですね、これも何か力を見せつけてますよ ね強敵だったんですけど、もう本当に長い、ね、暗いトンネルをさまよってましたけど、はい、このラスベガス大会で本当に復活してきましたね。東原亜希ちゃん、はい、これね、ステファン・レコがやっぱり KO を築いてきてるというのは何かこう思いを感じませんか。そうですね、やっぱり強い思いがないとその KO なんてね簡単にできないと思いますから、はい、どうなるんでしょうね。本当にね、この目が離せません。西山真紀ちゃんもね、試合前にあの今日のトーナメントは KO をたくさん見たいというふうに話してましたよね、はい、どうですか。見せてくれましたね、もう嬉しかったですよ。勢いがある試合を見るのはすごい楽しいんで、はい、この決勝もこの2人の戦い方を楽しみたいと思っています、はい、谷川さん、どっちも KO パンチ持ってますよね。そうですね、どちらかというと少しあの連打のマクドナルドと、はい、まあ、一発の、ブリッツがありますね、はい、右ストレートブリッツ、ドイツ語で雷と有意味を持っています。ステファン・ブリッツ・レコ、ローキック、レコのローです。レコがプレッシャーをかけてきましたね。ステファン・レコプレッシャーをかけ続けます。ややバックステップ、ジャブ、そしてミドルを飛ばしてきました。こちらがマイケル・マクドナルド、41歳。ただレコ選手も決して打たれ強くはないので、はい、マクドナルド選手チャンスはありますよ。なるほど、これ本当まだね、お互いに火花を散らしてないので、うん、これ接触しちゃったところがどうなるかですよね。その右を伸ばしていきましたステファン・レコです。マイケル・マクドナルドはこのトーナメント今年の挑戦を最後にワンマッチのみに専念したいというふうに話しています。グランプリ大阪城ホール、そして東京ドームへの道、右の服、マイケル・マクドナルド、たまらずにローを返していきましたステファン・レコです。ですから最後への思いというのは谷川さん強いですよね。ハイキック、そしてロー、内股を狙っていきました。ロー一つ返していきました、レコです。マクドナルド、そしてレコ、共に様子を伺いながら自分のペースをつかみにかかっている第1ラウンド、残り15秒。マクドナルドはちょっと手数が足りないですね。そうですか、バックスピンキック、前を詰めていきました。マイ
イケル・マクドナルドもうまさがあります。そしてパンチの手数、一発のあるステファン・レコ。第1ラウンド3分間じりっとした戦い、幕が開けています。2年間の迷いがありました。マットに屈辱にまみれた時もありました。しかしレコが復活を遂げようとしています。2003年、開幕戦のもう切符も手に入れ、そして東京ドームへの進出を決めた後の瞑想でしたからね。はい、そうですね。ここからの復活です、はい、一方こちらマイケル・マクドナルドはこのトーナメント挑戦を最後にもうトーナメントへの出場というのはしないと宣言しています。やはり谷川さん、それだけの肉体にかかる負担というのは大きいんでしょうね。そうですね、まあ、あとは逆に言うとそれだけ集中して今年は優勝しようという気持ちなんでしょうね、はい、この2006年に全てをかけた2人、その2人によって最後の1枚が争われています。さあこれから第2ラウンド、最終予選ファイナル第2ラウンドに入りました。さあこのラウンドいきますよ。まずはジャブからロー、ステファン・レコ、レコはローキックから入ろうとしますね。前を詰めるパンチでボディ、ボディ左右のフック、ステファン・レコの左右のフック、ガードを固める。ペナルト、ちょっとレコの振りが大きいんでカウンター気をつけた方がいいですね。そうですか、アッパー倒しにかかってきているステファン・レコ、じっと機会を伺っているのはマイケル・マクドナルド。狙ってません。ハイキック、バランスを崩しました。これはダウンではありません、スリップです。すでに開幕出場を決めている同じゴールデングローリーステファン・レコのチームメイトリファウストも心配そうな目でこの試合を見つめています。弟分が先に行っちゃいましたからね。そうですね、まあ、そういう意味でもレコは負けられないですよね。ちょっと気負いすぎかなっていうところもあるんですが、長坂さん、はい、そのあたりもね言ってますね。一発で決めようとするなと、先ほどちょっと見せましたからね、ワンツースリー、このコンビネーションを使っていけと、自分の距離を考えて左右に体を動かしながら入っていけ、こんな風な指示がずっと飛んでますね。なるほど、持てるテクニックは超一流です。2000年から連続してグランプリ出場していましたステファン・レコです。2年間のブランクを経てこのリングに帰ってきました。はい、森さんどうぞ。一方のマクドナルドサイドは非常に過剰なまでに警戒している印象がありますね。特に位置取りコーナーに進められそうになった瞬間は過剰なまでに大きな声を出して逃げろ逃げろというような指示を出しています。あ、そうですか。谷川さん、そのあたりどうでしょう。どっかで痛めてるのかもしれないですね。確かに準決勝で右のローキックが、ね、ほとんど出なくなりましたね。で今日も今も試合も蹴りが出なくなってきつつありますよね。はい、ただ大きな武器の一つであります、その翼を持たれた状態でマイケル・マクドナルド、果たして戦っているのかどうか。パンチ勝負ですよね。そうなるとパンチ勝負になります、うん、左のハイは出ました。森香さん、やっぱり右のキックというのはいつもよりも少ない感じしてますか。少ないですね。ちょっと躊躇しているような感じがしますけどもね。痛めている可能性も十分にあります。非常に警戒しているというマクドナルドサイド、ちょっとだけマクドナルド消極的に進みますね。前を詰めていきます、ステファン・レコ、このパンチ、このパンチ、細かいパンチ、あっと、そして、ああ、ダメだ、ダメだ、諦めた、なんと、口のコースが折れました。折れましたね、心が。これまで決して折れることのなかったマイケル・マクドナルド、最後の挑戦、この思いで、せめて決勝のリングに立っていたんでしょうか。足が壊れてたんですね、もう。そういうことなんでしょうね。それでもリングに立った。しかしやはりステファン・レコの攻撃を受けて最後は心が折れました。ステファン・ブリッツ・レコ、ついに復活。日本行き大阪城へのチケットを手にしたのはステファン・レコです。はい、ここまでね踏ん張って41歳頑張って立っていましたけれども、そうですよね、なんかちょっとあっという間に一瞬にして展開が変わっちゃったので残念ですね。もうちょっと見たかったですけどね、それだけ、東原亜希さん、はい、この怪我の具合というのが良くなかったんでしょうね。本当そうですよね。でもね、このリングに決勝戦立ったっていうだけでも、はい、いや本当になんかもう開幕戦のその切符の1枚の重みを感じました。そうですね、はい、のりかさん、やっぱり、はい、マクドナルドもね欲しかったんですね、はい、それだけね。そうだと思いますよ。本当に左の太ももをかばうようにしてやってたんじゃないでしょうかね、うん、はい、これや
っぱり力強い攻撃、蹴りに関しては谷川さんやっぱり成尾を攻めてましたからね。良かったですね。この一発で、これまで張り詰めていたものが切れてしまいました。全く動けなかったんで、だからね、ずっと攻められて亀になるだけでしたから、ただやはり目立ったのはステファン・ブリッツ・レコ、この思い、復活にかける思いが日本行きのチケットを手にしました。ステファン・ブリッツ・レコ、大阪城ホール2006年のワールドグランプリ開幕戦出場です。Germany, Stefan Blitz.